はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回もまたビールなんですが、外国のビールですね。エフェズ?わかんね。アルコール度数5%、これどこだ?トルコ。原産国名トルコ。アルコール度数5%。原材料にこれは、珍しく、糖類が入ってますね。米も入ってます。麦芽、ホップ、米、糖類。というか。で、ピルスナービールですね。はい。エフェズのピルスナといったとこでしょうか。てか、ビールの中で糖類ってのがよくわからない。糖類って原材料に書いてあるのは珍しいですね。今まで飲んだことあったかな?まあ、いいや。飲んでいきたいと思いまーす。今日もですね、ちょっと、食えるかどうかわかんないんだけどね。とりあえず、まあ、こんな感じで。ね。丼に。入ってますけど。よし、そんじゃ乾杯。エフェスビールですね。エフェス。ちょっと独特の、香りというか、がありますね。トルコナンバーワンビールだそうです。エフェスビール。トルコでビールって言えばこれっていうぐらい有名なビールだそうです。なるほど。ちょっとね、若干香りに癖があるんですが。まあ。でもまあ。ちょっと薄めっていうか、ね。ピルスナーによくある。軽いやつですね。コクもあんまりない。酸味も特にない。苦味も特にないかな。そんなような感じでしょうか。んで、糖類って書いてあるから甘いのかなと思ったら別に特に甘いこともない。ですね。これ確か、俺買ったのはイオンで買ったんだな。250円ぐらいで買いました。若干ちょっと、なんか、若干あれだな、匂いが。匂いがっていうか、香りというか、こう飲んだ後の、後味というか、ちょっとあれですね。独特の、って感じ。ちょっと、
ちょっと残念だなという気もしなくもないですけど、まあ、それが、逆にこれがないと、もう、何の特徴もないビールになりますからね。それはまあ重要なんじゃないか。トルコっていう、ああ、これかって感じの味ですね。うん、まあ、トルコ。トルコか。これ海外どころか、飛行機にすら乗ったことないからな。未だに。いつか乗ってみたいですけどね。高校生の時の、修学旅行が京都だったんですね。うん。で、まあ普通に新幹線で行って、でね、その、俺のたちの次の、いわゆる一個後輩の奴らがですね、沖縄だったんですよ。わけがわからない。わけがわからないよっていう。はぁ？みたいな。当然飛行機に乗るんですよ。俺ら普通に、あれですよ。新幹線で行って、で、その後、いろいろ電車に乗って、こういろいろして、まあいろいろね、巡って、まあ、アホかよ。どんだけなんだ。いいなーって言ってた。沖縄行ってみたかったなというか、あ、沖縄、うん、まあ、沖縄、行ってみたいですね。飛行機乗ってみたいし。まあ、一回ぐらいは、飛行機というや、とやらに、ね。あ、ちなみに、新潟の、佐渡島っていう、まあ、島があるんですけどね。まあ、いわゆる新潟のさ、上の方にさ、あるじゃん。あれですね。あれそこは行ったことあるんですよ。中学生の時の修学旅行で、フェリーに乗って来ました、ね。ジェットホイールっていう。ちょっと浮くんですよ。うん。船が。なんかよくわからないけど。うん。浮く船のやつですね。なんか、うん。まあ、それで行きました、ね。で、トキ見て。天然記念物のトキね。あと、金山。佐渡金山っていう、まあ、鉱山ですね。まあ、昔はそこから金が取れたっていう。今だと、砂金なら取れるんですけど。うん。その跡地みたいなの行って、なんで終わりだったかな。うん。しかも、時見たって言っても、その頃は、もう、いわゆる、時が、天然記念物に登録されて、で、結構流行ってた時だったんで、生では見れなかったですね。確か、ビデオカメラ的な、なんかその生中継的な、テレビに映ってるやつ。ね。それを、見て、現在の様子みたいな。ね。まあ、あんまり、ね、あんまり見た感じがしなかったんですよね。
やっぱ若干これ酸味があるな。うん、異様な、異様な酸味が。異様なっていうほど異様でもないんだけど。うん。まあ。まあでも沖縄、まあ国内で一番行きたいところって言ったら、まあ沖縄ですかね、やっぱりね。うん。あと個人的に鳥取砂丘っていうのが行ってみたいですね。本当に砂漠みたいになってるのか、どうなのかっていうのがよくわからないんで。うん。一度砂漠っていうのを見てみたい。砂丘だから、どういう状態になってるのか知らんけど。うん、まあ。ね。あと北海道かな。うん。あと、鹿児島も行ってみたいですね。鹿児島。九州。ただ最近、その九州が、やけに、運転、運転がすげえ荒いらしいんで、あそこ。日本一荒いらしいですかね。やばいらしいです。特に九州の北の方が。いや、福岡か。が、本当にやばいらしい。日本一、治安じゃないけど、運転の治安が悪いって言われてる。ものすごいところらしいですよ。うん。まあ、噂には聞いたんですけど。もう正直、大阪の運転マナーも相当悪いんですけど、そのくせ、まあ、それよか上がいるとは。富士山で、今、俺的ゲーム速報ジン見てますけど。富士山でちょっと汚い話ですけど。野グソをする韓国人が続出。日本人は俺のクソでも、日本人は俺のクソでも登ってる。わけがわかんない。死ね。実は韓国には2000メーター以上の山がなく、これが彼らのコンプレックスになっているという。アホじゃん。そのため、ミナナロメートルの3776メートルを誇る富士山は非常に妬ましく感じているのではないか。きちがいすぎる、こいつ。ほんと韓国人はマジキチばっかりだ。さっさと死ねばいい。
最近ですね。バカッターがだいぶ広まってますね。今回はまた、問題のバイト君が、お店の冷蔵庫に入って遊ぶ写真。これマクドナルドだな、これ。違うか。あ、違うわ。ステーキハウス、ブロンコビリー。で、炎上と。もうこれ飽きた、これ。このバカッター騒動飽きたんだけど、もう。いい加減。コミケ直撃。今週の後半から今年一番の危険な暑さとなることが判明。なるほど。確かに、5日は、湿った空気の影響で西日本を中心に、雨雲が発達、1時間に50ミリ以上の滝のような雨が降ったところも、また湿度が高くジメジメとした不快な暑さでしたって書いてありますけど、今新潟なんですけど、これね、新潟もね、湿度がむっちゃ高いです。今現在、なんと、これね、湿度計というか、あるんですよ。はい。ここに 26.8 度って書いてあって、これ 78% ですね、湿度。どうなってんだよ。湿度 78% だぞ。まあ、気温が27度いってないんですけど、湿度が 78% って。いうので、もう、はっきり言っても、相当不快です。うん。不快指数、かなりいってます。どうなってるの？やっぱね、湿度がね、あるとないとで全然違う。別に30度あっても、湿度がなければ全然いいんですよ。うん、ちなみに、俺ちょっと今週の日曜あたりかな、に、マムシ取りに行こうかなと思って。マムシ酒が作りたいんで、ちょっと、マムシ。を、新潟のね、どこだ？弥彦山。いいですね。と、行ってこようかな。取りに行ってこようかな。まあ、下手したらちょっと噛まれて死んでしまうという状態なんですが。うん。まあ。どうなんだろうな。でも山だからな。テレビ。サバ缶を食べれば痩せられるかも。矢印、スーパーに客が殺到、サバ缶が品薄、売り切れにだって。アホじゃん。なんで痩せられるかも。テレビ番組のダイエット特集でサバ缶を食すと痩せるホルモンが大量に出る可能性がある。などと説明したのが原因のようで、納豆、バナナに続くパニックが発展。アホじゃん。
俺ちなみに納豆バナナダイエットと、納豆とバナナ、ほら、売れたじゃん。もう、アホかと。もうね、まあ納豆はあんまり食わないからいいとしても、バナナはね、結構ね、うん、割と食べたんで。あ、これあれだ。バカッタが、店が謝罪して、店舗休業で、店内の消毒、従業員の再教育や。あ、死ね。うわぁ。え？森三中が900万円、アカシアさんまが1000万、FNS 27時間テレビ出演タレントに対する破格のギャラが報道され話題にだった。マジで？マツコデラックス100万円、さんま1000万。なんかこう見るとマツコデラックスがかわいそうになる。特集記事に、ギャラなどが報じられている。森三中が900万、オアシズが700万、ハリセンボン200万、友近200万、渡辺直美100万、榊原かな子。あ、柳原か。90万。これなんていうの？つばき鬼やっこか。80万。俺最近テレビ全然見てないから全然わかんないんだよな。大島。森三中の大島は、24時間テレビでマラソンランナーとして登場することが決定している。そちらのギャラは大島だけで1000万だそうだよ。もしもし。で、これが、あのね、チャリティーのなんたらかんたらとか言ってたら、マジでブチギレてた。チャリティー、なんか、愛は世界を、地球を救うとかいう、二十何時間テレビとかあんじゃん。あれで、その、ギャラだったらブチギレるけど。は？ペットショップから逃げた大蛇が、商人二人に巻きついて窒息死させるんだって。カナダですね。カナダ南東部。で、男子二人の兄弟がアパートで死亡しているのが見つかった。逃げ出した蛇が換気システムから建物に入り、男児らの首に巻きついて窒息死させたとの見方を示して恐ろしいな。これはあれだぞ。相当責任問題だぞ。
日清からカップカレーライス、ビーフカレーが登場。水を入れてレンジでチンするだけの即席カレーライス。いるかそれ。それいるかそれ。ちょっと待って、それいるかそれ。わざわざ水入れてチンする。だったら普通にレトルト持ってけよ。んな！あー！これやばい。食ってる最中に見るんじゃなかった。恐怖画像閲覧注意。夏の日の夜、とあるローソンの店の前が、うわー。うー気持ち悪い。うー気持ち悪い。俺これと似たようなのを見たことありますね。あのね、ダム、山奥のダム行ったんですよ。小さい時。で、そのトイレがあったんですね。そこ行ったら、恐ろしい。あの、カメムシが、びっしりついてて。あの、地獄です。うわ、あんまりこういう話するのやめよう。食ってるものがまずくなる。夏休み限定、Xbox 360、今だけお得セール。1万引きだって。いらねえ。360の 250GB が、3万円が19,800円。いらねえ。2万、同じ2万だったらビータ買うわ。え？ジブリ最新作、風立ちぬの人気がすごすぎ。3週連続1位でアニメ映画の歴代ランキングを更新しそうな勢いだって。面白いのかよ、これ。コミケとか行ったことねえな。お、念願の折りたたみスマートフォンが登場だって。ガラケー時代の懐かしさ漂う仕上がりに。え？あ、これスマホなの？ごめん、何がガラケーと違うかわからん。え、だって普通にスマホじゃないじゃん。ガラケーじゃん、だって。
普通にパカパカもクソも、普通にボタンとかついてるし。何がスマホで何がスマホじゃないのか、ガラケーなのかはよくわからん。そもそもその定義は何なんだ？スマホとガラケーの定義は何なんだ？未だにわかんないんだけど。俺個人的にスマホ嫌なんだけど。いらないんだけど、あれ。これじゃボタン付きスマホいいな。正直スマホ操作性がクソすぎてやってらんよ。任天堂 3DS すれ違い通信中継所を本日サービス開始。これで地方の人もすれ違い通信が楽しめる。お、なんだこれ。お、任天堂がすれ違い通信中継所のサービスを国内でも開始しました。本来ならば、任天堂 3DS を持ち歩くプレイヤー同士が同じ時間、近い場所にいる必要があるすれ違い通信を、全国の Wi-Fi アクセスポイントがデータを一時預かることで時間差でも発生させるサービス。はぁ、え、ちょっと待って。ちょっとそれ。じゃあこれ家にいながらできるのこれ。すれ違い。ちょっとやってみようか。現行機で最も優れたゲームは何ですか ?1 は見事スカイリムに決定。スカイリムやってみたいな。すみません、これ、俺読み方がわかんない。今夏って、今夏って書いて、なんだろうこれ、今夏って読むのこれ。ニュージーランドで、マグニチュード 6.5 の地震が起きて、宮城県で震度5強が起きた。あ、これやばいですね。2年前の、東日本大震災と酷似していると。東日本大震災の場合、2011年の2月22日にニュージーランドでマグニチュード 6.3 の地震が起き、その15日後、3月9日、宮城県で震度5弱が起きて、そしてその2日後に東日本大震災が起きている。これやばい。ん？また東日本大震災が起きるってこと？
確かに、ね、震度5強あります。男のハーフパンツはありなし。女性、すね毛が男らしくていい。すね毛が気持ち悪くて嫌。どうすればいいのか。じゃあ、長ズボン履けばいいじゃん。まあいいや。プレステ4とプレイ、PS ビーターの同梱版が発売される可能性大。500ドルで販売かか。500ドルか。500ドルってことは5万。まあ、ということで、ちょっと長くなりましたけど、結構食ったな。これ三つ星です。はい。ご視聴ありがとうございました。